羽生結弦選手は世界的に影響力のある人物として知られていますが、その存在が競技会に欠けることで、ある種の悪影響を与える可能性も否定できません。特に国際的な競技大会において、羽生選手の不在は、観客動員やメディアの注目度に大きな影響を及ぼすといえるでしょう。今回は、国際日本スケート連盟との確執を振り返りつつ、 羽生結弦選手が BTS のダンスを披露した動画も大きな話題となりましたこの動画では羽生選手がアナの機長の衣装を着て BTS の楽曲に合わせて踊る姿が多くの人々に注目されましたこの動画は SNS や YouTube で拡散され多くの再生回数を記録しました さらに、アナからは人気のフライトベアの新モデルが2種類発売されることが発表されました。羽生選手も着用している ANA ロゴ入りの黒いジャージや、アイスショー、天と地との衣装にインスパイアされた白熊のぬいぐるみなどが含まれています。これらの商品には、キーホルダーやポーチ、ぬいぐるみ巾着などの関連商品も含まれており、10月から予約注文が開始される予定です。 可愛らしいデザインに多くのファンから欲しい予約したいとの声が上がっておりすでに注目を集めていますまた20日には銀座のグッチギャラリーで開催されていた羽生選手の写真展が最終日を迎えました閉館のアナウンスが流れると会場にいたファンたちからは自然と拍手が沸き起こりスタッフに対して感謝の言葉を伝える場面が見られました 温かい交流が生まれただけでなく、グッチの商品も高額にもかかわらず、多くのファンが購入し、経済的な効果も相当なものであったと言われています。これにより、改めて羽生選手の持つ影響力がいかに大きいかが明らかになりました。プロ転向前もその後も、羽生選手は SNS や YouTube での活動を通じて、世界中に強い影響を及ぼし続けています。 彼の YouTube チャンネル、羽生結弦チャンネルも解説動画が人気を集めており、投稿された動画はわずか1ヶ月足らずで300万回を超える再生数を記録しています。この再生数は、日本国内のみならず、中国やロシア、さらには南極に至るまで、世界中のファンによるものです。特に中国では、羽生選手は今、最も人気のある日本人だと言われており、その影響力は計り知れません。 最近の羽生選手の人気について、中国事情に詳しいライターの広瀬大輔さんは、北京オリンピック以降、羽生選手への関心は冷めるどころか、さらに過熱化していると述べています。北京オリンピックでの彼のパフォーマンスは中国国内でも大きな話題となり、以降も彼に対する熱狂的な支持が続いているとのことです。 文化的なアイコンとしても認識されており、今後もその注目度はますます高まることでしょう。5月28日の日刊スポーツには、羽生結弦選手の写真が掲載され、その反響は非常に大きなものでした。特に中国国内での彼の人気はすさまじく、知り合いの中国人によると、その新聞を EC サイトで高値で販売するために、コンビニや書店を何軒も回る人がいるほどです。 過去に羽生選手が掲載された新聞の中には、1万円以上で取引されたものも存在しているといいます。このエピソードからもわかるように、羽生選手に対する中国国内の熱狂ぶりは、まさに異常とも言えるほどです。羽生選手の関連グッズも同様に、中国の EC サイトに多数出品されており、その値段は定価の10倍にまで跳ね上がることもあるといいます。 これには公式のグッズだけでなく、ファンが自作したキーホルダーや T シャツなども含まれており、どの商品も高額で取引されているようです。6月時点では、非公式ながら羽生選手の関連アカウントが中国の SNS でフォロワー数280万人を超えており、その閲覧数も1日あたり100万アクセスを超えるという驚異的な数字を記録しています。これほどの人気は、日本国内のみならず、 世界中に羽生選手の影響力が広がっていることを物語っています。また、5月末から羽生選手はアイスショーに出演していましたが、その際も中国のファンを中心に彼に対する熱いメッセージが SNS を通じて多数寄せられていたといいます。永遠に私の王子だ、あなたを見ると元気に一日を過ごせる、といったメッセージが届き、羽生選手への愛情が絶えることはありません。 彼の人気がここまで過熱する背景には、オリンピックやアイスショーでのパフォーマンスが多くのファンの心を捉えたことが挙げられます。ジャーナリストの周来友さんによれば、羽生選手が北京オリンピックでメダルを逃した際、中国国内では大きな反響がありました。特に、会場の外で泣いて悲しむ中国のファンの姿が現地でも報道され、羽生選手への支持が一層強まったといいます。 オリンピック期間中、中国メディアは多くの時間を割いて羽生選手を特集し、その人柄や素晴らしい演技が紹介されることで、中国人の間でさらにファンが増え続けたといいます。さらに、コロナウイルスの影響により、羽生選手のアイスショーを観覧するための日本行きツアーが一時中止されていることも、ファンの間で羽生フィーバーをさらに盛り上げている要因の一つかもしれません。 過去には、羽生選手の賞を鑑賞するための日本旅行が中国人に大変人気で、ツアーはすぐに完売するほどでした。しかし、現在はコロナの影響で日本へ渡航できないため、ファンの間でのもどかしさが一層彼への熱狂を高めているのでしょう。羽生選手はさらに、日中国交正常化50周年の記念式典にも特別ゲストとして招かれました。 このの式典は東京都内で行われ、多くの注目を集めました。羽生選手の登壇は彼の人気がスポーツの枠を超えて国際的な交流や文化の象徴としても大きな意味を持っていることを象徴しています羽生結弦選手はスーツに赤いネクタイという凛々しい姿で登場し日中国交正常化50周年記念式典でスピーチを行いました 彼は日本と中国がこれからもすごく良い関係を築いていけるように僕も力になりたいです。共に50年を迎えこれからも力を合わせて頑張っていきましょうと力強く述べ会場に集まった多くの人々から大きな拍手を受けました。この発言は日本と中国の友好関係を願う羽生選手の思いを伝えるとともに彼がスポーツを超えた文化大使的な存在であることを象徴しています。 2月に開催された北京オリンピックでは、羽生選手は惜しくも4位に終わりましたが、中国国内での彼の人気は依然として絶大です。羽生選手は、皆さんの応援のおかげで背中を押してもらいましたと感謝の言葉を口にし、彼がいかに多くの中国ファンに支えられているかが伝わります。 今後についても4回転半ジャンプを含めこれからも挑戦し続けますと語りさらなる進化への意欲を示しましたまたスピーチの中で私は27歳ですと流暢な中国語を披露しさらに華麗なターンを見せるなど羽生選手ならではのパフォーマンスで会場を大いに沸かせました世界的な人気を誇る羽生選手ですがその人気ゆえにいくつかの事件も発生しています 特に話題となったのが彼のアイスショープロローグの発表直後に起こった宿泊施設の予約ラッシュです発表されるやいなやアイスショーが行われる八戸市周辺の宿泊施設には予約が殺到しました中には通常の2倍以上の宿泊料金を設定するホテルもあったと報じられておりその影響力の大きさがうかがえます 八戸駅近くのあるホテルによれば、アイスショー開催が正式に発表されると、瞬く間に予約が埋まり、すぐに満室となってしまったとのことです。担当者も、市内の宿泊施設はすぐにいっぱいになった。本当にすごい人気だと驚きつつも、喜びを表現しています。さらに 八戸駅に隣接する宿泊施設ユートリーも東北新幹線八戸駅開業20周年イベントと重なり満室状態が続いたため予約を断らざるを得なかったといいますこれにより羽生選手の存在が地域の活性化に寄与していることが感じられ担当者も羽生さんへの注目度が地域を盛り上げていると期待を寄せていますしかしこのような急激な人気に伴い 一部では誤った情報が広がる事態も発生しました。本八戸駅周辺のビジネスホテルでは予約が殺到した後にホテル側が一方的に予約をキャンセルしたという誤解が広まりインターネット上で拡散されるトラブルも起きました実際にはホテル側がキャンセルを行ったわけではなく予約の殺到によってすぐに満室になっただけであり誤った情報が広まったことで混乱が生じたのです。 羽生選手の人気は彼の競技成績にとどまらず、ファンとの深い絆や地域社会への貢献にもつながっていることが、今回の宿泊施設の予約ラッシュや地域活性化の事例からも明らかです。今後も彼の活動がどのような形で日本や世界に影響を与えていくのか、ますます注目されることでしょう。 今回のアイスショー、プロローグ、開催に際して、一部で広まった予約キャンセルの誤報について、ホテル側は公式ホームページで、一方的なキャンセルの事実は確認の結果ございませんでしたとの声明を発表しました。これにより、一時的な騒ぎは収まりましたが、それだけ羽生結弦選手のアイスショーに対する関心が非常に高かったことがうかがえます。 羽生選手が出演するショーは日本国内のみならず、世界中からも大きな注目を集めており、今後もますますその人気が高まっていくことでしょう。世界的な人気を誇る羽生選手ですが、独占インタビューで自身の生き方について尋ねられると、スケートをやっている中で何かしら感情を表現することが大事で、時には苦しくてつらい瞬間もある。しかし、か そうしした感情ががななければ生きてていいいる心地がしないと語っています。この発言からもわかるように、羽生選手にとってスケートは単なる競技ではなく、自身の感情や生き方そのものを表現する手段となっているのです。現在、羽生選手はプロとしての道を進みながら、新しいアイスショーの内容を試行錯誤しつつ練習に励んでいます。彼は今は目の前のことでいっぱいいっぱいです。 一番詰まっていて大変ですが、それでも練習もしなければならないし、仕事もしなければならない。それがまた幸せだと思いますと語り、忙しい日々の中でも充実感を感じていることを明かしました。羽生選手の一公演は、周辺地域にも大きな経済効果をもたらし、世界各国から出演以来のラブコールが殺到している状況です。しかし、プロに転向する以前のアマチュア時代。 羽生選手は世界各国の大会に出場する中で多くの困難に直面してきました中でも最も大きな困難として挙げられるのは日本スケート連盟との確執でしょう関係者の間では羽生選手とスケート連盟の間に深い溝が存在しているとささやかれておりこれは長年にわたって続いている問題の一つだとされています 羽生選手はプロ転向会見において、まだまだ未熟な自分ですが、プロのアスリートとして続けていくことを決意しました。これからは、スポーツとしてのフィギュアスケートを大切にしながら、羽生結弦の理想を追い求めて頑張っていきますと力強く語り、新たな挑戦への意欲を示しました。 彼の言葉からは、プロとしてのキャリアを歩む中で、スケートに対する深い愛情と、理想を追い求める姿勢がうかがえます。また、羽生選手のスケートへの情熱は、プロとしての道を選んだ今も変わらず燃え続けています。プロになったからといって競技者としての挑戦を諦めることはなく、彼は、4回転半ジャンプを含めてこれからも挑戦を続けていきますと語っています。 これは彼がただ単に観客を楽しませるためのパフォーマンスを提供するだけでなく、自身の限界を超える挑戦を続けることで、さらなる高みを目指していることを示しています。羽生結弦選手は、これからもプロのアスリートとして頑張っていきますと宣言し、フィギュアスケートの新たなシーズンが始まる7月には、日本スケート連盟の公式サイトに、今シーズンも高みを目指して頑張りますというコメントが掲載されました。 このコメントは、羽生選手がプロ転向後も競技に対する強い意志を持ち続けていることを示しています。しかし、羽生選手のプロ転向について、フィギュアスケート関係者の間ではさまざまな見解があるようです。フィギュアスケート界の関係者によると、一部の関係者はすでに羽生選手の引退を聞いていたものの、日本スケート連盟、スケレンへの正式な報告は直前だったといいます。 スケレンの関係者数名と羽生選手の家族、コーチらが参加して話し合いが行われたことが明らかにされています。その上で、スケレンとの関係について、あるフィギュア関係者は、スケレンは長年にわたって羽生選手のスケート生活を多方面から支えてきました。プロ転向を考え始めた段階で連盟に相談してもおかしくないはずなのに。 直前まで報告しなかったのは何か因縁を感じますと語り連盟と羽生選手の関係に何かしらの摩擦があったことを示唆しました実際羽生選手と日本スケート連盟の確実は過去に複数回報道されています2015年には羽生選手と連盟との間に深い溝が生じていることが明らかになりました 3月に発売された女性自身の記事によると、羽生選手の母親が連盟側に対して不信感を募らせ、連絡も途絶えがちになっているとの報道がありました。この背景には、2014年11月に行われたフィギュアスケートグランプリシリーズ第3戦で、羽生選手が他選手と衝突し、全治3週間の怪我を負ったにもかかわらず、その後、準優勝という素晴らしい結果を残したことが影響しているといいます。 当時の様子について、ある週刊誌の記者は、この怪我を負ったにもかかわらず、連盟側は羽生選手にイベント出演や取材対応を強要したようです。羽生選手の母親はこの無理強いに強い不信感を抱き、1月に予定されていたイベントをすべてキャンセルしましたと語っています。 さらに、連盟側と羽生選手の間での情報共有がほとんどなくなり、選手本人の体調や練習の様子が連盟から公表されることがなくなったことも報じられました。このような事態が、羽生選手の家族との関係に大きな影響を及ぼし、結果的に連盟との関係に亀裂を生じさせたとみられています。 このような状況の中で、羽生選手は自身のキャリアを着実に歩み続け、数々の大会で素晴らしい成績を残してきました。しかし、フィギュアスケート界における彼の立場や影響力の大きさが、時に連盟との関係に摩擦を生じさせる原因になったのかもしれません。それでも、羽生選手は自身の理想を追い求め、プロのアスリートとして新たな挑戦に取り組む姿勢を崩さずにいます。 羽生選手はプロ転向は未熟な自分にとって大きな挑戦ですがこれからもスケートを通じて自分自身の理想を追求し続けますと語り今後もフィギュアスケートというスポーツを大切にしながらさらなる高みを目指していく決意を示しました彼の発言には自身の成長と挑戦への強い意志が込められており今後も彼の活躍に対する期待はますます高まることでしょう プロ転向後の羽生選手は、より自由な表現やパフォーマンスの幅を広げるために、新たなアイスショーやイベントへの参加を続けていますが、その一方で彼の挑戦はまだ終わっていません。フィギュアスケートという競技の中でさらなる進化を遂げるために彼は今もなお、4回転半ジャンプを含めた難易度の高い技術に挑戦し続けています。これからも彼の挑戦が多くの人々に感動を与え、 フィギュアスケート界全体に新たな風を吹き込むことが期待されます。羽生結弦選手は、幼少期から喘息を抱えており、特に海外遠征時には健康面でのサポートが必要でした。しかし、その遠征において、連盟側からドクターはいますからと冷たく対応され、母親の同行すら許されなかったといいます。さらに 大会会場に入るための関係者パスも支給されなかったことがあったようで、羽生選手とその家族は連盟との関係において、たびたび厳しい状況に直面していました。それでも、母親は連盟との対立を乗り越え、オリンピックで金メダルを目指す息子を支えるために全力を尽くしてきました。ここののようなな連盟側の対応は、は羽生選手に限ったととではないい言われています。 フィギュアスケートに詳しいスポーツライターによると、伊藤みどりさんと日本スケート連盟の対立も有名な話です。1989年のパリ世界選手権では、伊藤みどりさんがトリプルアクセルを成功させて優勝しましたが、彼女を育てたのは連盟ではなく、母親代わりとして尽力してきた山田町子コーチでした。 羽生選手の母親同様、山田コーチも連盟との対立を抱えながら、選手の成長を支えてきたといいます。フィギュアスケート界では、連盟との間で家族やコーチが困難な状況に立たされることが少なくないようです。羽生選手のプロ転向に伴い、これまで広告契約に関わる収入の10%を日本スケート連盟に納める必要があったものの、それが不要になりました。 これにより、連盟は大幅な収入減となりましたが、これについてもさまざまな見方があります。スポーツジャーナリストの梅田さんは、羽生選手は数多くの実績を残しており、連盟としても彼を称える気持ちはある。しかし、彼の引退を止めることはできませんし、プロ転向についても許可を得る必要はありません。ただ、報告さえすればよかったのですと語り、 羽生選手がプロ転向するにあたっての手続きに問題はなかったことを指摘しています。また、羽生選手は国際スケート連盟、ISU との関係においても苦悩していたことをインタビューで明かしています。彼は、自分って必要とされていないのかな。羽生結弦、早く引退しろと言われているのかなと思った時期もありましたと語り、その言葉は国内外で大きな波紋を呼びました。 まるで引退を強いられたようなこの発言は、多くのファンや関係者に衝撃を与えました。その背景には、羽生選手が不満を抱いていた採点方法があると言われています。特に4回転半ジャンプの挑戦に対して十分な評価がなされていないと感じていたようです。 羽生選手はスケート技術の限界に挑戦し続ける姿勢を持ちながらも採点基準に対する不満を抱えていたことがこの発言から読み取れます彼のインタビューでの告白はフィギュアスケート界において新たな議論を呼び起こしました一方で羽生選手はそのような困難な状況にも負けず競技者としての挑戦を続けています プロ転向後も彼は4回転半ジャンプを含め、これからもスケートに挑戦し続けると語り、挑戦への意欲を見せています。彼の決意は、プロ選手としての新たなステージでも変わらず、フィギュアスケートという競技においてさらなる高みを目指しているのです。羽生選手が追い求める理想のスケートとは。 単に技術の向上を目指すだけでなく、感情や自己表現を含めたスケートそのものに対する深い愛情と理解から来ていることは明らかです。彼がこれまで経験してきた困難や連盟との対立、そして国際舞台での厳しい評価にもかかわらず、羽生選手はスケートに対する情熱を失わず、常に前向きな姿勢を貫いています。あるフィギュアスケート関係者は、 羽生結弦選手の現役時代について、彼にとってはフィギュアスケートの祭典そのものとの戦いでもありましたと明かしています。特に彼の現役時代におけるルール変更は、しばしば彼に不利になるように見えることがあり、一部では羽生いじめとも指摘されていました。実際に羽生選手自身ももも点数をもらわなくててていいいやっっ正直思いましたと語っており 彼が採点システムに対して強い不満を抱いていたことがうかがえます羽生選手が引退を決意した背景には採点ルールに対する不満が大きく影響したのではないかと考える人々も少なくありませんでした特に決定的だったのは北京オリンピック後に行われたルール改正ですスポーツライターによると以前のルールではスケーティング技術技と技のつなぎ曲の解釈 構成演技力の五つの要素が評価されていましたが新ルールでは技と技のつなぎと曲の解釈の二つが評価基準から外されましたこの変更により羽生選手が得意とする部分が完全に評価されなくなったのです羽生選手は自分がさらに努力してうまくなり次の試合に出た時に 点数が一向に上がらなくて、なんでやってるんだろうと思うことが正直ありましたと振り返り、試合後のキスくらいで無邪気に喜べる機会が少なくなっていったことに苦しんでいたことを明かしました。苦しかったです、という言葉には、彼が競技を続ける中で感じていた大きな葛藤と悩みが込められているのでしょう。 2020年に早稲田大学を卒業した羽生選手は、卒業論文のテーマとして AI による自動採点を選びました。このテーマを選んだ背景には、現行の採点システムに対する疑問があったのではないかとされています。彼は論文の中で、現行の採点方法には審判員の裁量に依存する部分が大きいと述べており、人間による採点の限界を示唆していました。この発言は フィギュアスケートにおける評価方法に対する羽生選手の批判的な姿勢を明確に表しており、彼の考えが ISU 国際スケート連盟に対する苦言としても受け取られる可能性があるとスポーツライターは指摘しています。しかし、羽生選手自身もその影響を十分に理解した上で発言しているはずだとしています。羽生選手は、 競技に対する真摯な姿勢と自己改革の意思を常に持ち続けていましたが、競技システムの限界に直面し、次第に競技者としての喜びを見失っていったのかもしれません。特に彼がこだわっていた4回転半ジャンプへの挑戦においても、ルール変更や採点基準の影響で十分な評価が得られなかったことは、彼にとって大きな打撃であったことは想像に難くありません。さらに、 羽生選手がルール変更や採点システムに対して声を上げたことは、ただの不満表明ではなく、フィギュアスケートというスポーツ自体の発展を願っての行動でもあったと言えるでしょう。彼の指摘は、AI による公平な採点方法の導入など、今後のフィギュアスケート界における技術革新の可能性を示唆しており、その影響力は決して小さくありません。彼が競技を通じて追い求めてきたものは、 ただ技術を極めることだけではなく感情や表現力を含めた完全なスケートでありそれが彼の理想でした現行の採点システムがその理想と乖離していく中で彼が感じた苦しみは計り知れないものだったでしょう羽生選手の引退は多くのファンや関係者にとって衝撃的な出来事でしたがその背景には彼の深い考えと理想を追求する強い意志がありました 今後も羽生選手がプロとして新たな挑戦を続け、フィギュアスケート界に新しい風を吹き込むことが期待されます。彼の存在は、競技の枠を超えた芸術としてのスケートを体現し続けるでしょう。羽生結弦選手がプロに転向したことでもはや競技者として ISU 国際スケート連盟の顔色をうかがう必要がなくなったことは明らかです。スポーツライターは、羽生選手は、 たとえ正面衝突があっても構わないという覚悟を持っているのではないでしょうかと説明しています。競技者としての枠を超えた自由な活動ができるようになったことで彼がこれからどのような道を選び、どのような挑戦をするのか、ファンや関係者の注目が集まっています。一方、国際スケート連盟 ISU 側の意図についても、 スポーツライターは彼らとしては、競技者に技術向上を促すために採点システムを変更したかったのでしょう。しかし、その結果として、羽生選手のようなスター選手を苦しませ、引退に追い込んでしまったとしたら、それは不本意なことですと語っています。羽生選手の引退がフィギュアスケート界に与える影響は計り知れず、ISU もその重要性を認識していたはずです。 さらに ISU はロシアの大会が中止されたことや、調整不良に加え、電気代の高騰などの経済的な打撃を受け、集客が困難になっていると言われています。大幅な赤字を抱えた ISU は、その補填のために本部ビルの売却を検討しているとも報じられています。羽生選手が引退する前まで、彼は ISU の収入のタイブ。